そんなところだね。しかしコロニーと違って肩身が狭いね。ここじゃキャスト以外のヒューマン、ニューマン、ビースト、いわゆる生身の体を持つ人は完全によそ者扱いだからね。よそ者？あんたまだこの社会については体験がないんだったね。知ってるとは思うけど、ここパルムはね、支配階層にキャストがいて、行政、司法、立法の三権を全て握っているんだ。かといって他の種族が排斥されるわけでもない。商売や普通に社会生活を送る分には他の種族にさほど不自由はないけどね。それなのによそ者扱いになるというのは。キャスト以外の種族を劣等種とみなすキャスト至上主義という思想が蔓延してるからさ。特に同盟軍のやつらはその傾向がある。ガーディアンズにはそんなキャストはいないけどね。キャストが自らを優勢種だと自賛しているのですか？私にはそういう思考を与えられていません。一体何を根拠にそんなことを？だとしたら悲しいですね。感情よりも理性を重んじるキャストが思考的偏りに固執しているなんて矛盾しています。キャストには根源的なコンプレックスがあるみたいだからね。自分たちは生物じゃないってね。それの反動なんだろう。そんなことどうしようもないじゃありませんか。後ろ向きすぎます。今この去来する感情が悲しみというものなのですね。ビビアン、あんたはまっすぐ世界を見るんだよ。自分で見て経験をして。他人の思想にそのまま染まっちまうようなやつにはなっちゃいけないよ。はい。あんたもこの子に変なことを吹き込んだら承知しないからね。この子がどうなるか、あんたが半分その責任を背負ってるみたいなもんだから。得意の黙秘かい？まあいいけどね。さてちょっとエステにでも行ってくるかね。ご指導ありがとうございました。お気をつけて。あんたたちもね。よく来たな。まあ見てってくれ。
いらっしゃいませ。クラールの未来を作るガーディアンズへようこそです。お待ちしておりました。申し遅れました。私、惑星パルマのガーディアンズ、オルテスシティ支部のシーラと申します。ちょっとお言葉うまくありません。どうぞ早速今回のミッションについてご説明いたします。です。行き先はグリーングリーンファームです。この近辺でかつての汚染区域からやってきたと思われる原生生物が暴れ、被害が出ています。です。ご存知かと思われますが、以前大々的にシード浄化を行ったことがあるですよ。存じております。今回はその件に携わった方に同行してもらうことになっております。ヒューマーライトさんですね。伺っております。です。いや、来たようだね。それじゃあ向かいましょう。と、その前にシーナさん、今日こそ精霊のお導きに従うべきじゃありませんか。いらっしゃいましたね、ヒューガさん。それで精霊はどのようにおっしゃっているですか。僕と一緒に夜空を眺める機会を持つべきだって言ってます。どうです。ああ、お導きの解釈が異なるですね。夜は寝るべきとお告げがあります。さて、説明は以上になります。です。ではミッションカウンターからご出発くださいませ。では参りましょう。そんな、シーナさん、着きましたよ。グリーングリーンファームです。緑が多い。パルムでのこういう光景は初めてですか。この星にはこのような美しい自然が多数あります。しかしこれらの光景は500年にわたる種族間戦争の後、荒れ果てた大地を人工的に復元しただけに過ぎません。作られた光景なんですよ。自然の持つ本来の美しさはキャストにとっても美しいパターンだということだったんでしょう。だからこそ手間暇かけてここまで自然を復元させたのです。ここでは家畜種のコルトバを育てています。以前はここのコルトバがシードに感染して凶暴化してしまったんですよ。その時は僕が任務にあたって浄化を行ったのですが、移動してきた可能性があると言っていましたね。どの道浄化は完全でなければ被害は拡大する一方です。さて、依頼人とはここで会うことになっているのですが、遅いですね。ガーディアンズ、ガーディアンズの人たちでしょ。君はカラム君、前にもお会いしましたね。この子の保護者のノルフェさんという方が依頼主なんですが、ノルフェさんは今どちらに。それが母さんと連絡が取れないんだ。母さん。キャストもレムリア・ノルフェだよ。でも今は僕の母さんだ。そうなんだね。じゃあ母さんはどこへ向かったんですか。路上のずっと奥だよ。凶暴な原生生物がやってくるから、うちのコルトバを守るためにゾロを塞ぎに行ったんだ。
中で連絡が取れなくなって。急ぐ必要があるようですね。母さんか。あの子も成長したものですね。彼とは面識が？この農場はカラムの両親が経営していたんです。けれどご両親は以前この地に飛来したシードによる事故で亡くなられましてね。その後農場の牧畜用コルトバはシードによる汚染で凶暴化。僕はそれらを浄化する任務にあたってカラムともその時に出会ったんです。そうだったんですか。以前のカラムは両親を亡くしたばかりで自分の殻に閉じこもっていました。保護者となっていたノルフェさんにも心を閉ざしたままでしたね。なぜ？ノルフェさんがキャストだったからですよ。キャストとは合理的な思考を持つ心が冷たい種族であるとカラムは思い込んでいたんですね。でもノルフェさんはカラムを守ろうとしました。カラムにもそれが伝わったのでしょう。それでカラムは今ノルフェさんを母さんと。ここはその親子の大事な守るべき土地です。さあ急ぎましょう。今回は予想外の浄化活動が必要なようです。
この原生生物はシードに汚染されています。本当に浄化は不完全だったようですね。浄化というのはシードに汚染された生物を破壊することを言うのですか？少し語弊があるかもしれませんね。今のところシードに侵され凶暴化した原生生物を元に戻す方法がありません。破壊することで侵食の拡散を防ぐ以外にないのですよ。あ、待ってください。救難信号をキャッチしました。依頼主のデムリア・ノルフェさんのようです。場所は分かりますか？はい、行き先は私が案内します。居場所が分かっただけでも安心ですね。救助に急ぎましょう。了解しました。Yeah!
さん、大丈夫ですか？ガーディアンズ、来ていただけたのですね。もう大丈夫です。タラムが心配していますよ。あの子は無事なんですね。よかった。なぜガーディアンズが到着するまで待てなかったのですか？凶暴化した原生生物が農場だけではなく私たちの居住地区まで入り込むようになったのです。このままでは手に負えない事態になる可能性もあったので、私だけでもできることがあればと。あなたにはこの判断が危険であることは分かっていたはずでしょうに。それでもそうせずにはいられなかったんです。私は壊れてもある程度修理ができます。でもカラムはそうはいきません。理にかなっていますね。確かにキャストらしい判断です。でもキャストが他の種族に情を寄せるなど、キャスト至上主義に反するのではありませんか？至上主義なんて他種族を知らない、いえ他種族に興味がない愚かなキャストの妄言です。確かにカラムの存在は牧場の経営維持に欠かせません。そういう意味で大切だというのであれば、いかにもキャストの意見ですが、この方はそういう意味でおっしゃられたのではないのでしょう。カラムとの暮らしに牧場は欠かせません。そして経営上の利益も生活に必要。つまり情の面でも利の面でも私は最善の行動をとったと思っています。キャストにもいろいろな考えを持つ個体がいるのですね。ええ、あなたも相当変わっていますよ。キャストについて少し思い直すことにします。ともかくノルフェさんの救助はこれで完了ですね。あらかた浄化を行ってきましたが、この先の区域まで調査をした方がいいでしょう。しかしノルフェさんをカラムの元へ送り返さなくては。僕が責任を持って彼女をカラムの元へ護送します。同盟軍へ浄化の不備を伝えましょうか？いや、まだ断定はできません。まずは任務を終えて本部へ戻ってからにしましょう。それじゃあ君たちも気をつけて。